血圧血圧とは、血管内の血液の有する圧力のことである。一般には、動脈の血圧のことで、心臓の収縮期と拡張期の血圧を言い、それぞれ収縮期血圧、拡張期血圧と呼ぶ。単位は、永年の観光から SI 単位のパスカルではなく、水銀柱ミリメートルを使用することがほとんどである。人の血圧は、呼吸、脈拍、 体温と並んで生命活動の客観的な兆候となるバイタルサインの一つである。人間では家庭血圧の正常値は最高血圧が135水銀中ミリメートル未満最低血圧が85水銀中ミリメートル未満であり一方診察室血圧の正常値は最高血圧が140水銀中ミリメートル未満最低血圧が90 水銀中ミリメートル未満とされる。血圧が上昇した場合、血圧反射機能により、自律神経を介した反射性の制御が行われ、心拍数が減少し、血管が拡張し、血圧は正常な範囲に戻る。この正常範囲は21世紀初頭のものであり、以前から何回か改定されており、今後も改定の可能性がある。 正常範囲を超えた血圧が維持されている状態は、高血圧と呼ばれ、生活習慣病の一つである。また、正常範囲より低い状態は低血圧と呼ばれる。低血圧は、疲れが取れにくい、慢性的に体がだるい思い、耳鳴りがする、動機や息切れがする、脳貧血で意識を失いやすい、などの症状は、出るが、必ずしも早起きが苦手だとは言えない。 このことに関しては、医学的に根拠がない。心臓の収縮力低下、アナフィラキシーショックなど、血管の異常な拡張、血液の喪失などによって、重要臓器への血流が保てないほど血圧が低下した状態はショックと呼ばれる。この場合、中心蒸脈圧の低下も同時に見られる。他に、医学的に重要な特殊な血圧として、 肺動脈切入圧が上げられる。血圧は一泊ごとに異なるため、治療方針を決定するためには、血圧は4回、または5回測定することが好ましい。血圧を決定する因子には、左心室の白質量や、循環血圧量などがある。人の血圧は、様々な影響を受けて変動する。大きく分けて、関節法と直接法の2つがある。表から、 カフやセンサーを用いて測定する。生体を傷つけず測定でき、自動血圧計や一般診療で日常的に用いられる。オシロメトリック方式紙にカフを巻き、カフを加圧した後、減圧していく。この過程で生じるカフ圧の微小な拍動を調べることにより、血圧を測定する。現在使用されている自動血圧計のほとんどはこの方式による。 コロトコフ法別名聴診法とも呼ばれる。カフと聴診器を組み合わせて、カフで動脈を圧迫し、その圧を徐々に減圧していく過程で発生する、血管音を聴診器から聞き取ることにより、最高血圧と最低血圧を測定する。パルス、ウェーブトランジットタイム方針レンズセンサーと、血中酸素フォワードの測定に使用される SPO-2 センサーを使い、 心臓の鼓動と脈波が指に伝わる時間からパルス、電波速度を計測して算出する。血管内に管を挿入して測定する。一泊ごとの血圧の変化や血圧波形を観察でき、関節法では測定困難な生脈圧を測定できるといった利点があるが、皮下出血や感染などのリスクが伴う。手術や集中治療で用いられる。 ウォーターフィールド法整理食塩水で満たしたカテーテルの先端を血管内に留置し末端に圧力計をつなげる。血管内圧がカテーテル内の流体を通して体外の圧力計に伝わる。低コストだがカテーテル内の気泡混入などで誤差を生じやすい。カテーテル先端型圧力計を用いる方法先端に小型の圧力計がついたカテーテルを 血管内に留置する。一般に精度が高いが、高コストである。ありがとうございます。